はい、こんにちは、レトスの小野です。個別指導の値上げまであと2日となりましたので、ご連絡いたします。で、本日ちょっとお伝えしたいのが、勉強しても実力が上がらない。まあ、そういったお客さんに対してちょっとアドバイスをさせていただきます。宅建試験であれば、ほとんどの方が一発合格できるはずなんですね。これっていうのは、勉強ができるできないっていうのは、まあ、ほとんど関係ないです。学歴も関係ありません。勉強の仕方を知ってるか、知らないか。この違いなんですね。実際弊社の受講者さんで中卒のとび職の方がいました。その方はもう中卒なので、まあ、中学校もあまり勉強してなかったんですね。なので分数計算とか報酬の計算、そういったものができなかったんですよ。で、結局最後までできませんでした。で、これっていうのは私がもう解けなくてもいいですよってもう飛ばしてもらったんですね。なので分数計算とか報酬計算はもう勉強しなかったんです。だからこの部分は得点できてません。しかし結果は合格点プラス3点で合格したんですね。で、これっていうのは運じゃないんですよ。その他の部分、つまり報酬とか分数計算とかはもう解けなくていい部分は飛ばして、それ以外の部分でしっかり得点できる勉強をしたからなんですね。きちんと本試験で得点できる勉強を行っていけばほぼ合格できます。もし一度以上落ちたことがあるという方は、大幅にもう勉強法を変える必要があるんですね。これは教材を変えるのではなくて、やり方を変えるって話なんですよ。で、個別指導ではそのやり方というものをお伝えしてるんですね。また教材自体も市販の教材とか予備校の教材よりも具体例を入れたりして理解しやすくしております。またできるだけわかりやすい言葉を使っております。もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。では、問題に入ります。複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。他の土地を自由に選んで通行することができる。この部分が誤りです。で、これ筆って読むんですけども、土地を数える単位が筆なんですね。例えば消しゴムとかだったら1個2個って数えますよね。で、土地については1筆2筆とか、1筆2筆とか、そういう風に数えます。で、今回の問題は、異名地通行権の問題なんですね。異名地っていうのは、袋地を囲んでいる土地のことです。袋地っていうのは、道路に接していない土地。道路に接していない袋地があって、その周りを囲んでいる土地のことを異名地って言います。そして、袋地の所有者は、当然にこの囲んでいる周りの土地、異名地を通行する権利があるんですね。これが異名地通行権です。異名地を通行する権利ということですね。で、袋地の所有者の通行方法、これは異名地に最も損害が少ない方法じゃないといけないんですね。つまり今回の問題文は、その土地を囲んでいる他の土地、まあ、これが異名地のことですね。これを自由に選んで通行することができる、これは誤りだということですね。正しくは最も損害が少ない方法で通行しなければいけませんということです。で、その他の基本事項を動画でまとめていますので、そちらご確認いただければと思います。この右上にですね、動画のお知らせ出しておきます。また、この動画の下の概要欄にも URL 貼っておきます。で、この動画以前にちょっと作成したものなんで、3連休という言葉入ってるんですけども、これ気にしないでください。まあ、その当時3連休だったって話なので、気にしないでいただければと思います。で、問い2ですね。宅建業者 A は自ら売り主として、3000万円の土地付き建物。これは未完成です。これを宅建業者 B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円。それとは別に違約金として500万円と特約した場合、本特約は損害賠償額の予定額と違約金を合わせて600万円となる、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。で、これ、丸と答えた方は、これ日頃の勉強の仕方、気をつけた方がいいです。実力があるから合格できるわけではないんですね。合格するためには実力だけでは不十分なんですよ。勉強の仕方っていうのが重要なんですね。と言っても、勉強の仕方を気にしてない方が多いんですね。あなたはどうでしょうか？勉強の仕方気にしてますでしょうか？
で、これなんで×なのかというと、まあ、今回の問題は損害賠償額の予定等の制限なので、まあ、発注規制の内容ですね。で、これっていうのは宅建業者間では適用されないんですよ。で、問題文見ると、売り主は宅建業者で、これ買い主も宅建業者なんですよね。したがって発注規制、これ適用されません。したがって、まあ、どんな特約をしても基本的には大丈夫なんですね。だから今回のような損害賠償額の予定額を500万、違約金を500万とした特約、これも有効です。だからこの2つ足して1000万円ですよね。これも有効だということになります。まあ、よって誤りだということですね。で、まあ、多くの方が、あ、ちょっと問題文読み違いをしたぐらいで済ませるんですよ。で、これ済ませていると、おそらく本試験も同じように、問題文の読み違いで、もう2、3点とか、多い方だったら5点ぐらいですね、凡ミスで失点しちゃいます。これだともういつまで経っても、合格できないので。だからこそ勉強の、日頃の勉強の仕方が重要なんですね。だから個別指導の受講さんには、何度も何度もおそらくこれからお伝えしていくと思います。大体ですね、わからない部分があってご質問いただくと、問題文ちゃんと読めていないとか、そういった場合って非常に多いんですよ。なんでその都度ですね、ちゃんと問題文を読む、その読み方ってこうでしたよねって確認をしてですね、問題の読み方、これを徹底していっております。なんで独学の方も自分自身でどうやって問題を読むのか、どうやって問題文を理解をしていくのか、これをですね、常日頃から意識して勉強をしてみてください。で、やり方がわからないという方はぜひですね、個別指導ご検討いただければと思います。で、問3です。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はない、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。都道府県が都市計画を決定しようとするとき、その都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画のときは、あらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですね。つまり、必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよ。これどういうことかって言ったら、大臣と協議して同意が必要なのは、国の利害に重大な関係がある場合のみなんですね。つまり、重大な関係がないのであれば、この協議とか同意は不要だって話なんです。よって今回の問題は正しいということですね。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し、同意を得る必要はないっていうのは正しいですよね。この点は細かいんですけども、ポイントです。ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定、この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう。個別指導では動画で違いを解説しています。で、異名地通行権についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また、個別指導の値上げまであと2日となりました。個別指導の内容については、こちらの動画ご確認いただければと思います。お申し込みページは、こちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今からであれば、今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。